はい、では本日、第1回目の企画は、ジャンソーメンバーには絶対なるなということで始めていきたいと思います。じゃあ、ちょっと皆さんにまず最初はジャンソーメンバーのいいとこを、募集したいと思います。なんか楽しそうだなとか楽そうだなとか、はい、じゃあそちらコメントお願いします。友達がいなくても麻雀が打てる。友達がいなくても麻雀が打てる。はい。はい。じゃあ一旦こんな感じでいいですね。はい。じゃあ後半に続く。後半に続くって何？ちびまる子か。はい。スタート。はい。ではね、出揃いました。はい。じゃあ私がこちら完全に全て、論破していきたいと思います。まず、毎日麻雀ができて楽しい。まあ毎日麻雀してるとね、ほんとね、腰痛めるんで、楽しいだけですけど、やっぱり仕事ってなると、本当に体壊すんで、結局ほとんどの人が長時間麻雀打つと腰壊してしまうんで、麻雀毎日できるって楽しいばっかじゃないんでダメですね、これはね。はい。次。女流プロと出会える。ですね。出会いますけど、そんなね、低学歴のクズが、低学歴のクズと出会っても、何も生まれないんで、不幸な子供が生まれるだけなんで、ダメです。はい。普通に、ちゃんと就職して、ちゃんとした女性と結婚してください。はい。まあ、女流プロでもそれはいい人はいると思うんですけど、基本的には安定しない職業なんで、まあ、風俗業ってわけじゃないけど、結局麻雀も風営法の管轄なんで、まあね、普通の職業とは言い難い。だからって別に僕は職業を差別するわけじゃないし、うん、雀荘で外れてもいいんですけど、わざわざこれをメリットにする必要はないです。これをメリットにするってなら別に普通の会社行ったって、普通の女性と付き合えるっていう話だから、これもわざわざ、その女流プロを狙わなくていいです。はい。次ですね。時間に寄り添う。楽そう。ああ、確かにこれはあります。時間に緩くて、楽なんですけど、まあ、これによって人生狂います。はい。これがあるからこそ、雀荘バイトを味わうと、他の仕事ができなくなります。はい。別に大して怒られないし、どっちかというと雀荘バイトって、やっぱりその、人手が足りない業界なんで、で、みんなもクズが多いので、時間にも遅れてきたりします。寝坊したりとかね。寝てこなかったり。だけど、そこまで怒られなかったりする。だから、今後の人生において、悪い習慣がついてしまいます。仕事に対してね、厳しく、絶対遅れないようにとかね、できないんで、まあ、これももちろんダメです。変な習慣ついちゃうんで、ダメです。はい。ジャン力が上がる。いや、これも全然ダメですね。ジャン力上がったって何もプラスないんで。はい。これだからもう、雀荘で働いていく上ではいいですけど、麻雀なんて基本的に人生において何のプラスもないんで、麻雀のジャン力を上げるぐらいだったら、他の、もっとね、大勢の人とできる趣味、もうそれこそ、外出てね、もうちょっと体使うとか、はい。そのジャン力上がったって意味ないです。結局、賭け麻雀しに行くことになっちゃうんで、ジャン力上がったら。そんな賭け麻雀賭博なんで、ダメです。はい。勝てば給料アップ。勝てば給料アップですけど、負けたらなくなるんで、ダメです。で、これに関しては、ちょっと大真面目に言わせてもらうんですけど、ま、ジャンソーメンバーって確かに、勝てば給料上がります。はい。勝てば給料上がるんですけど、本当に、大半の人間は、時給何百円で働いてます。最近ですらまだマシになりましたけど、本当に昔なんて、みんなが給料なかったです。1ヶ月働いてマイナス2万とか、もある時代でした。で、最近は、ジャンソーと、財布を折半にして安定するようにしたりとか、まあ、女の子だったらそういう待遇も多いですよね。勝っても負けても店と半々持つとかね、あるんですけど、結局ね、これね、厳しい言い方してもらうと、させてもらうと、平均でどうかっていう話で、これまで雀荘メンバーって本当に平均の時給でいくと、例えば時給1000円雀荘メンバー雇われてたとしても、平均の時給が本当に500円とかです。全員の平均が、この上手い人から下手な人まで。で、上手い人は確かに時給1300円ぐらいになってる可能性もあるんですけど、結局下の人は時給300円とか、下手したらマイナスになってることもあるんで、で、これに関してはですね、勝てば給料アップっていうのは、もう本当に、
雀荘を経営してる側のもう詐欺師の言葉みたいな感じです。うん、で弱いメンバーがいても結局雀荘側ってメンバーが弱い方がいいんですよね。メンバーがめちゃくちゃ強かったらお客さん飛んじゃうから、だから結局そこまで麻雀教えないし、うん、要はねこれもうね詐欺です。はい、もう麻雀雀荘業界って本当に詐欺みたいなもんなんで、結局いや君ね給料少ないけど勝てば上がるから、うん、勝てば上がるけどもう本当に平均で言ったら時給本当に500円ぐらいなんでダメです。あとねもう一点、これちょっとねちょっと今までお笑いみたいになっちゃったけど、真面目に言うとなんでこれがめちゃくちゃ難しいかっていうのが一つ大きなことがあります。はい、であんまり語られることないんですけど、それはねご案内条件、どういうことかっていうと、雀荘のメンバーってお客さんが来た時に点数がね3万点トップ目ですだとしても、トンバだったら交代することがほとんどです。で例外的には一応トンプー戦があります。だからこれに関して一応例外はトンプー戦の高レート、ピントンとかだったらそれはマジで麻雀強ければ勝てます。そこだけは例外として初めに言っておきます。高いレートのトンプー戦だと本当に毎週月収50万60万っていう人はいます。ただほとんどトンプー戦の高レートじゃないんで、普通の点5とか点ピンっていうのはなぜ勝てないかっていうと、今言ったようにトップ目だとしてもトンバだったらお客さんと交代しなきゃいけない。大体は満貫以内だったら交代しなきゃいけない。だから満貫上がっても交代する場面がほとんどなんで、それによって地味にめちゃくちゃ削られます。ただこれは僕以外あんまり人言わないんですけど、うん、それもまあ詐欺師の集団なんで、だけどめちゃくちゃでかいです。要は自分が点数へこんでるトンバは続行させられる、自分が点数浮いてるトンバは交代させられるっていうことが起きるんで、めちゃくちゃ成績下がります。はい、であとはもう一点はやっぱり従業員なんでお客さんの接客しなきゃいけない。だからドリンク頼まれたらやんなきゃいけない。で隣の宅がラストだったら取ることもあるとかで、厄介をねポンし損ねるなんてしょっちゅうあるし、麻雀に集中できない。で本当に仕事できるメンバーほど給料少ない。お客さんの接客がいい子ほど、いい子ほど。だからもう最悪。はい、最悪です。はい、バカでもできる、まあバカでもできるは正しいんですけど、ねバカでもできるような仕事したら自分もバカになっちゃうんで、こんなやってたら人生狂うんでダメです。ちゃんと頭いい人が集まる業界で頭いい人と自分もね高め合ってください。はい、バカでもできるってことはバカしかいないからダメです。はい、負けても飛べる、負けても飛べるってまあ一応犯罪なんで、ただまあ麻雀自体がそもそも犯罪賭博なんで、負けて飛んでも犯罪かって言ったら分かんないですけど、店にねそもそも従業員として働いて麻雀の負け分がずっとその借金になってるっていうことがまあ多分アウトなんで、負けて飛ぶことが犯罪かは分かんないんですけど、ただ普通に人として店に給料借金残して飛ぶのは良くないですし、これもやっぱり人生の習慣として逃げ癖がついてしまうんでダメです。はい、やめてください。はい、服装自由、髪型も自由、服装も自由、髪型も自由。まあこれは別にいいっすね。これはまあ別にまあ今の時代ね、そこまで服装自由とか髪型自由、うん、そこまで縛られないこともいいと思うんで、これはいいかもしれない。はい、ジュース飲み放題、まあ大体フリードリンクなんで、飲み放題になってます。はい、まあ従業員だとねそんな全部飲めない、炭酸は飲めないとかまああったりするんですけど、基本的にはジュース飲み放題でいいと思うんですけど、これは体のこと考えるともう完全に不健康になります。はい、まずジュースって知ってますよね、コーラ1本に角砂糖何個入ってるみたいなね、そういうのを見たことあると思います皆さん。ってことはですね、フリードリンクの普通のカルピスとかコーラとか飲むってことはめちゃくちゃ体に悪いです。はい、なんでこれ絶対健康に悪いんで、ね原価だけ取れますけどね、ジュース飲んでたら、うん、原価というかそのでもその全然ダメです。はい、でちなみに
私これで20キロ太りました。80キロ超えました。でそれが写真が、こちら、はい、ここに動画編集してここに載せるわ、この画像だけ、はい、ここにじゃん、こんな感じになりました。あ、ちょっとみんなわらわらって言っといて。うん、まあ今は出てないけどね。うん、だからダメです。はい、普通に20キロ太るんで、もう本当に不健康になります、こんな。でちなみに私はめっちゃ意識してたんで、カルピス対水は1対3で割ってました。カルピス好きなんですよ僕。カルピス1水3、カルピス1水3で割ってました私、毎回。甘すぎるからカルピス。それでも20キロ太りました。なんで本当に現役で飲んでたら本当やばいです。本当にもう糖尿病になります。やめてください。はい、最後。学歴がなくても入れる。学歴がなくても入れる。さっきもちょっと被ってたな。バカでもできると被ってんな。まあ、学歴なくても入れるとかね。だからそういう逃げるのやめてください、本当に。ちゃんと、バイトの時から、今ね、大学生でね、ジャンソーでバイトしようかなって考えてる人いたら、ね、本当に自分がこれしかできないならいいよ。本当にこれしかできないなら、ジャンソーしか働くとこがない。だけど生活困ってる。お金が必要、食べるためには。だったら仕方ない。もうそれはあなたはもう そこしか無理だから。だけどみんなそんなことないよね。うん、他のバイトもしようと思ったら受けれるよね。だから、学生バイトだとしても、ちゃんと将来的に、ね、経験になるような職場、バイトしてください。うん、いいとこの大学生だったらさ、テレビ局とかでもバイトできたりするじゃん、大学生って。で、それこそ家庭教師でもいいし、なんでもいいし、うん。もう普通のバイトでも別にコンビニバイトだっていいよ。うん。なんでもいい。だけど、ジャンソーはダメだ。うん、とにかく、ジャンソーで働くっていうのは、はい、まとめ。はい、まとめ。とにかく、雀荘で働くと、以上のこと、踏まえて、とにかく雀荘で働くと、もう人間おしまいです。はい。もう、体の習慣、心の習慣、すべてにおいて、もう怠け癖がついてしまうんで、もう人生にとって、やはりマイナスしかないんで、もしね、自分が働こうとしてる人は、絶対やめてください。もう本当に、雀荘で働く第一歩が人生破滅の第一歩と言ってもいい。で、例えば僕が前働いてたジャンナクだったら、慶応生が働いてたんだけど、まあなんか知ってる人はいると思うけど、全員留年してるとかね。うん。マジでそういうレベルなんで。本当に雀荘働くと留年するし、卒業もできなくなるし、とにかくね、やっぱね、麻雀ってギャンブルだから、しかもギャンブルで賭け麻雀だから、もうダメです、そんな。犯罪なんで。だから本当にもう雀荘しかない。もしくは自分お金必要ない。老後のね、うん、老後の趣味とか自分別に働かないんだったら雀荘に毎日遊びに行ってしまう。うん、どうせ雀荘で働かないにしても雀荘に毎日働きに行くっていう遊びに行っちゃうような人は別に給料もらえるんでいいかもしれないです。はい、でもそれ以外の人ダメですもん。もうそんなかけ、だからね、かけておもろいけどダメ。うん。ギャンブルなんかしたら本当にね、人間の、おかしくなるから。やっぱり、ギャンブルでしか脳汁が出なくなる。うん。わかるよね。ギャンブルして、勝った時ってすごい嬉しい。アドレナリンも出る。でも逆に言うと、普通に友達とボーリングしたり、カラオケしたり、その時の楽しさが著しく減ってしまう。だから、ギャンブル全般に言えるけど、もうとにかくギャンブルはすべきではない。とにかく自分の親しい人、彼氏とかね、雀荘で働きたいって言ったら止めてください。はい。で、子供がね、麻雀したいって言っても止めてください。うん。以上ですね。はい。はい、以上をもって、雀荘では働いてはいけません。はい。では。終わりです。お疲れ様でした。どうだったかな。最後の一言でまとめて。
いや、もう今最後一言言った。もう